ここ最近リスナーさんからマルチで防御スキルをつけていると笑われることがありますとのコメントを見かけます。安心してください。勘違いしやすいですが、現段階のモンハンで防御スキルは火力です。今回はそんな防御に関してちょっとだけお話をしていきます。みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。サンブレイクの初期ではスキルで防御力を上げる場合、死にスキルになる可能性がありました。そのためプレイヤースキルに合わせた防御系スキルを選ぶ必要がありました。ではなぜ現段階では攻撃スキルと言えるのか、いくつか理由があります。過去の動画の時点で防具を強化した場合、 5V で650相当です。そして現段階の1つあたりの防具の防御力は180前後、つまり 5V で900相当の防御力になります。防御スキルは乗算のため、元の値が大きければそれだけ価値が高くなります。例えばサンブレイク初期の場合は100の上昇、現段階では125の上昇です。ただし軽減率の観点から見ると大きな影響はありません。では防御のどこが優れているのか、それが全属性耐性のプラスです。モンハンでは一部の防具を除き、レア度が上がれば上がるほど耐性の幅が大きくなっていきます。さらに回連性により耐性のマイナスに拍車がかかります。耐性というのは防御面でも重要な要素であり、マイナス10を超えたあたりからワンパンということもあり得ます。つまり防御スキルは耐性を上げつつ、おまけで防御力が上がり、その上昇量が大きいということです。さらに隆起変化の登場により耐性の恩恵が大きくなり、防御スキルの価値はかなり上がっています。また現時点では回連性により4スロと1スロが余ることが多く、防御スキルを入れる選択肢が出てきていることも追い風です。もちろん4スロに耐性錠を入れるのもいいですが、毎回入れ替えるのは手間なので汎用性としても防御は優秀です。過去の動画でも説明していますが、回復が1回減らせるだけで手数は格段に増えます。2回の被弾で死亡しないことが重要ですが、血気や豪血やられ、合心、転移無法の登場もあり、防御をつけていると結果としてそれらの価値も高まります。つまり現時点での防御は死ににくくなるイコール手数が増えるイコール火力ということになります。モンハンのスキル構成というのは、その人が欲しいものをつければよく、その中で発動していない死にスキルがなければ何でも OK です。もちろんこのスキルよりもこっちの方が火力が上がるということもあるので、いろいろ試してみるのがおすすめです。モンハンというゲームは特にそうですが、過去の仕様がこうだったから今回もこうだと決めつけるのは良くないです。マルチで他の方の装備を参考にするのはいいですが、誹謗中傷はやめましょう。防御スキルをつけている方は自分自身のプレイヤースキルをしっかりと理解している素晴らしいハンターなので、自信を持って大丈夫です。慣れてきたらいろいろなスキルを試して楽しんでください。以上が防御に関するお話でした。